relate to the history and its image of Baphomet, Wikipedia writes as follows. The name Baphomet first appeared in trial transcripts for the Inquisition of the Knights Templar starting in 1307. It first came into popular English usage in the 19th century during debate and speculation on the reasons for the suppression of the Templars. Since 1856, the name Baphomet has been associated with a Sabbatic goat image drawn by Eliphas Levi, which contains binary element representing the sum total of the universe, for example, male and female, good and evil, on and off, etc. I, Hiroshi Hayashi, would like to show you in this video the image of Baphomet painted by Giorgio Vasari, a painter in the Renaissance, painted in 1565, almost 300 years earlier than the age of Eliphas Levi. Baphomet is Jesus Christ himself in its image. バフォメットの歴史とそのイメージについて、ウィキペディア百科事典は次のように書いています。バフォメットという名前は、ナイトテンポラーに関連した文書の中で1307年には出てきている。で、そのバフォメットは19世紀に入ってからナイトテンポラーについての議論が深まるにつれて英語国で広く知られるようになった。で、そのイメージは1856年、繰り返します、1856年以後、エリファス・リーバイという人によって書かれたサバティック・ヤギによって現在広く知られるようになった。バフォメットは言うなれば、男と女、善と悪、生と死など相反する人間要素を合わせ持つ像、つまり絵として表現されていると。が、そのバフォメットは1565年、つまりエリファス・リーバイがその絵を描く以前、291年、約300年も前にルネッサンスの画家ジオルジオ・バサーリによって描かれていました。そしてその絵はイエス・キリスト自身でもあったのです。広し林、浜松市、ジャパン。では画面を見ながら説明します。日本では悪魔教として知られているバフォメットですけども、本当にそうでしょうか。そのバフォメットが16世紀のルネッサンスの時代に描かれた絵の中に出てきました。これはジョルジオ・バサーリの描いた絵です。いろいろな説明がなされていますが、ほとんど意味がありません。この赤い枠で囲った部分に注意してください。ここに盾のようなものが表現されています。で、この絵の中に描かれているものを拡大して調べてみます。やや大きくし、回転し、そして明度を上げてみます。このままでは何が書かれているか分かりませんが、明度を上げていると球体の物体を挟んで2匹の動物らしきものが描かれているのが分かります。中央にあるのがですね、私は地球と判断しました。そして向かって左側にいる動物がバフォメットそっくりであることに気がつきました。話は少し脇道にそれますが、レオナルド・ダ・ヴィンチはサルバドール・ムンディと題してイエス・キリスト自身を表現しています。何枚か書かれていますが、
分かりやすい絵を1枚選んでみました。この絵に注意してください。これは隠し絵、騙し絵です。髪の毛に注意してください。着色してみました。するとそこに描かれているのは2本の角ということになります。つまりこのような形でレオナルド・ダ・ヴィンチはイエス・キリスト自身がですね、バフォメットであることを示しました。この両者は同じと私、林博士は判断しました。ハンドジェスチャーにも注意してください。ハンドジェスチャーも同じです。つまりイエス・キリストイコールバフォメット説の一つの根拠がここにあります。話を戻します。この絵の中に描かれているのが中央が地球、そして向かって左側がバフォメット、そして右がカトリックを象徴する羊ということになります。つまりこの地球を挟んで2人の神が何やら相談している絵ということになります。でそのこのバフォメットの顔に注意してください。もう一度皆さんに確認していただきたいと思います。現在よく知られているバフォメットのイメージは、1856年にエリファス・リーヴァイという人によって書かれたものだということになっていますが、この両者は酷似しているというレベルを超えて同じです。顎の下のひげに注意してください。もちろん顔も似てますし、角が2本ある点も酷似しています。角の表現の仕方もどうやら同じであると私は判断しました。となるとバフメットのこのイメージはすでにルネッサンスの時代にあったということになります。言い換えるとバフメットの最も古い絵は、つまりはルネッサンスの時代にあったということになります。で向かって左側がバフォメット、そして向かって右側が羊ということになります。で今の段階ではあくまでも仮説ですが、向かって一番右側に人物らしきものが立っています。足のところにどうやら鎖が巻かれているかのように見えます。もしこの人物が鎖を巻かれているとするならば、延期、つまりプロメテウスということになります。もちろんジョルジョ・ヴァサーリはフリーメイソン・リーでした。その証拠がこの絵の中に残っています。この向かって左側の人物、ニンフルさんと私は判断しましたが、この女性の持っているアイテムに注意してください。直角定規とコンパスです。つまりこのような形でジョルジョ・ヴァサーリは自らのアジェンダ、姿勢を明確にしたということになります。つまりジョルジョ・ヴァサーリはフリーメイソン・リーでした。そういう流れであるとするならば、その絵の中にプロメテウスが描かれていたとしても何らおかしくはありません。というのはこの今赤い枠をつけた人物に注意してください。この人物の背中にはヒレが描かれています。隠し絵の手法でヒレが描かれています。つまり向かって右側に描かれている人物はラム族ということになります。俗に言うレプタリアン族ということになります。でこれだけでははっきりしませんが、ジョルジョ・ヴァサーリは他にもこんな絵を描き残しています。この絵の中の向かって左側、マリアと思われる女性に抱かれている子供の背中に注意してください。その背中には全く同じものが表現されています。一連の流れからするとその子供はマリアと言われている女性の餌の子供ということになりますが、それは今日のポイントではありません。この子供の背中を注意深くご覧ください。拡大して反転してみます。するとその表現の仕方は右の男性の背中と同じということが
分かります。さらに大変興味深いことに、あのミケランジェロ・ブラヌティがシスティーナ礼拝堂の天井画の絵の中にジョルジョ・ヴァサーリの描いた人物のヒレと全く同じヒレを持った人物を描いています。ノアと3人の息子の絵ということになっています。その中の一人の人物の背中に注意してください。左その人物ですけども、その人物の背中にもやはり全く同じヒレが描かれています。ヒレのみならず骨格、肉付け全く同じです。もっともこれについてはジョルジョ・ヴァサーリはミケランジェロ・ブラヌティの弟子的な存在であったから当然だという考え方もできます。まあ、このような形で、1500年後のイエスはいろいろな操り人形芸術家を通して自分の思想を反映しました。このヒレもその中の一つということになります。ともあれ結論ということになります。もう一度ジョルジョ・ヴァサーリの絵を見てください。この絵の中にもいろいろな隠し絵、騙し絵が仕込まれていました。でジョルジョ・ヴァサーリですけども、この絵の中に円形のですねプレートのようなものが描かれています。盾なのかもしれません。その絵の中には2匹の動物が描かれていました。暗いのでこのままでは何が描かれているか分かりません。そこで明度を上げてみるとバホメットらしき、あるいはもうバホメットと断言して良い動物と、そして羊が描かれていました。皆さん自身の目で確認してください。顎ひげのあるバホメットです。で中央に地球、そして左側にバホメット、そして右側に羊ということになります。地球を取り合ってといいますか、挟んで何やら相談しているかのようにも見えます。あるいは対立しているのかもしれません。流れからすると対立しているということになります。向かって左側のいわゆるバホメットはサーペントクラン、そして向かって右側にいる羊はラム族、ラムクランということになります。ゼカリア書陳説に基づくものです。この両者が対立しているということになります。そして向かって左側にはバホメットが描かれていたということになります。つまりルネッサンスの時代にすでにバホメットは存在したということになります。言い換えると私たちはですね、つまりは人間の歴史をあまりにも知らないまま今に来ているということになるのではないでしょうか。ということで続く動画の中でバホメットイコールイエス・キリスト論を展開してみたいと思います。どうかご覧になってください。 Bye for now。The Vigilant Citizen website writes about who Baphomet is as follows. Baphomet is an enigmatic goat-headed figure found in several instances in the history of occultism. From the Knights Templar of the Middle Ages
and the Freemasons of the 19th century to modern currents of occultism, Baphomet never fails to create controversy. But where does Baphomet originate from, and most importantly, what is the true meaning of this symbolic figure? I, Hiroshi Hashi, would like to claim here that Baphomet is Jesus Christ himself, most possibly created by Jesus himself after 1500 years in the Renaissance era. バフォメットとは誰なのか、議論が続いていますが、私、林博氏は、バフォメットはルネサンスの時代に現れた1500年後のイエス自身、あるいはそのシンボル的存在であると判断しています。広し林、浜松シティ、ジャパン。ではもう一度最初から説明します。サバジオスの手です。サバジオスというのは古代フリジアの神でした。そのサバジオスの手のひらに奇妙な動物が描かれています。この動物に注意してください。大きく拡大してみました。少しわかりにくいかもしれませんけども、同じ動物をレオナルドがアンヤリの戦いの絵の中に描いています。この赤い丸の部分です。この動物に注意してください。まあ大きな角と言いますかね。まあ巻いた角が表現されています。で、私はこの両者は同じと判断しました。注意深くご覧ください。ここが今日のポイントということになります。これは何なのでしょうか。一見すると羊のようにも見えますが、まあヤギということになりますね。あるいはこの地球には存在しない動物かもしれません。ともかくもこの両者、すなわちサバジオスの手のひらに描かれた表現された動物と、それからアンヤリの戦いの中に描かれた動物が同じであるということです。そして同じ動物をですね、ミケランジェロがシスティーナ礼拝堂の天井画に書いています。至るところに書いてあります。これがその動物です。一見するとカトリックのシンボルである羊のようにも見えますが、羊ではありませんね。つまり、ヤンに近い動物ということになります。これら三者は同じと私、林博氏は判断しました。そしてそれがバフォメットの顔へとつながっているということです。一番右がバフォメットです。見るからに恐ろしい、形相の悪い、悪魔的な顔をしています。で、礼拝堂の天井画を反転していますと、まさしくこれら4者は同じということになります。で、下がバフォメットの、まあ、絵ということになります。このバフォメットの手に注意してください。手をよく見てください。薬指と小指を曲げて残り3本を立てています。これはまさしく、サバディオスの手ということになります。こうしてまた元に戻ります。そして同じ手を、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるこのイエスの手として表現されています。やはりイエスもサバディオスの手をしています。こうして一貫性、一連性を持ってサバディオスの手、そして、ヤニ、それからバフォメットとつながっていきます。つまり、ここに書かれているのはすべて1500年後のイエス、すなわち、ルネッサンスに現れたイエスの、イエスということになります。by 林博氏説です。これがレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が書いたとされるイエスです。サバジオスの手をしています。そしてそのサバジオスはバフォメットへとつながっています。すなわち、バフォメットはイエス。自身であったということになります。続く動画をどうかご覧になってください。バイ。バフォメット! The King
of Satan is a very awful look, goat-headed figure found in several instances in the history of occultism. From the Knights Templar of the Middle Ages and the Freemasons of the 19th century to modern current of occultism, Baphomet never fails to create controversy. But no one knows where Baphomet originate from and, most importantly, what the true meaning of this symbolic figure is. This video looks at the origins of Baphomet, the historic meaning of Baphomet, and who Baphomet is, and what Baphomet is. Baphomet, つまり悪魔の大王とは誰なのか、そして何なのか、その謎について考えてみます。広し早し浜松シティジャパン。今日の動画は内容が複雑ですから、最初に結論を話しておきます。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いです。このアンギャリの戦いの絵の中には、向かって左側に二人の人物が描かれています。大激怒しています。その人物の顔は2000年前のイエスの顔と一致します。つまり、このような形でイエスが自らをこのアンギャリの戦いの中に描いたということになります。激怒しています。替え玉のイエスが図らずもローマ軍によって殺されたために激怒していると私、林博士は判断しています。そして、この人物の胸を見ていただきたいと思います。そこには、ヤギの頭をかたどった飾り物が飾ってあります。イエスの胸にそれが飾ってあります。これがバフォメットの基本形となりました。同じようなものがシスティーナ礼拝堂の天井に描かれています。ミケランジェロが描いたとされるシスティーナ礼拝堂の天井画です。そして至るところに羊の絵が描いてありますが、これは羊ではありません。ヤギです。注意深くご覧ください。反転してみますと、まさしくバフォメットの姿になります。つまりこのような形で、1500年後のイエスはアンチマリア教、アンチローマンカトリック教の姿勢を明確にしました。そして右がイエスの胸に書かれているバフォメットの像です。そしてその像とバフォメットのシンボリックな像と一致します。これが皆さん事実です。では、順に説明していきます。世界最古のイエスの像と言われている像です。このイエスの向かって左側、右手に注意してください。イエスは薬指と小指を曲げ、残りの3本を立てています。親指と人差し指と中指を立てています。サバジオスの手です。サバジオスの手です。サバジオスというのは、古代トルコの中部の神でした。サバディオスの手です。右がサバディオスの手と言われているものです。指の間に蛇が絡んでいます。比較してみてください。つまり、イエスはサバディオスの手をこのように表現しているということになります。イエスの基本的なハンドジェスチャーということになります。で、サバディオスについて少し説明しておきます。サバジオスというのは、牧神の神である。父なる空の神、というと。で、ジオスというのは、デュース。そして、私たちがギリシャ神話で言う、ゼウスに通じているというのですね。そして、フリジアンのサバジオスを、サバジオと表す、
まあ、ゼウスというのはそこから来ているというわけです。馬にまたがった牧神の神です。そしてサバジオスの手はいろいろな形で表現されています。が、基本形は一つ。薬指と小指を曲げ、残りの三本を立てています。これがサバジオスの手です。そして指には蛇が絡んでいます。蛇とサバジオスは密接な関係にあるということになります。イエスはそのサバジオスの手をしているということになります。もう少しサバジオスについて話しておきます。これがサバジオスの像と言われているものです。向かって左側の右手に注意してください。サバジオスの手をしています。そして向かって左側には木があり、その木には蛇が絡んでいます。そしてサバジオスはフリジア帽をかぶっています。トルコ中部の古名です。ミトラもフリジア帽をかぶっています。つまり、イエスがサバジオスの手をしているということは、現在のローマンカトリックにとっては極めてまずいということになります。国教、ローマ国教となると同時に、カトリックは徹底的にミトラ教、そしてゾラスター教を悪魔教と位置づけて弾圧しています。左がサバジオスの手です。そして同じ手をイエス自身がしているということです。左の下の像はレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いた絵と言われています。それでは、バフォメットを紹介します。バフォメットの像です。バフォメットのハンドサインに注意してください。やはり同じように、薬指と小指を曲げ、三本の指を伸ばしています。バフォメットの像です。ほとんどがそうなっています。つまりこれがバフォメットの基本的なハンドジェスチャー、ハンドサインということになります。お腹には棒があり、蛇が絡んでいます。解体と創造という意味だそうです。で、左のようなマラナスの手をしたバフォメットも時々あります。マラナス、すなわち、隠れユダヤ教の神道を表すシンボルマークです。そして右がサバディオスの手です。ブーグローが同じような像を、絵を描いています。ブーグローが描いた聖母子です。このイエスの両手に注意してください。同じように、左にサバディオスの手、向かって右にマラヌスの手を表現しています。注意深くご覧ください。このマラヌスの手は、そのうちイエズス会のシンボルマーク、そしてイルミナティのシンボルマークとなっています。同じ手がバフォメットにも表現されているということに注意してください。人間は見かけで選んではいけません。同時に神々は見かけで選んではいけません。あえてこのような姿にしたというところにイエス自身の隠された意図があると私、林博士は判断しています。そして、サバディオスの手です。イエスもその手をしています。岩窟の聖母の中の向かって左側の子供もやはりこのサバディオスのハンドサインをしています。注意深くご覧ください。このようにして、ハンドサインを通して、イエスとバフォメットがつながりました。もう一度繰り返します。バフォメットの手に注意してください。ソーブ、誘拐、そして、結合という意味ですね。一度私たちの常識を分解して、そしてもう一度組み立てろという意味に、私、林博士は解釈していますが、それはあくまでも私の解釈です。バフォメットについては、このように説明されていますが、結論を先に言えば、どこに起源があるのか、未だに何も分かっていないということです。いわゆるオカルトの
シンボルとして使われているという程度ということになります。あるいは悪魔の大王、つまり The King of Satan として位置づけられています。が、本当にそう考え、また片付けてしまって良いものなのでしょうか。話を進める前に、外堀をいくつか埋めておかねばなりません。ルネサンスのもう一人の操り芸術家であったミケランジェロが作ったとされるペーター像です。このペーター像の向かって左側、イエスの右腕を見てください。人間にはないボコボコとしたコブが表現されています。このコブに注意してください。処刑されたイエスです。それと同じ腕がカッシナの戦いの向かって右側の下の人物に描かれています。足の皮をベロッと剥いで、そして頭には鼻冠をつけています。その人物の左腕と、この手を比較してみてください。正確に一致します。コブに注意して比較してみてください。すなわち、このような形でミケランジェロは左がイエスであり、そして右のカッシナの戦いの中に描かれているこの人物もイエスであるということを表現しました。左はイエスです。ですから、右もイエスということになります。そして同じ人物をダヴィンチなる画家が解剖図の中で描いています。コブに注意して比較してみてください。同じです。すなわち、このような形で、この三者は同じイエスであることを示しています。ペーター像の中のイエスがイエスですから、当然、右下のカシナの戦いの中に描かれているこの男性もイエスということになります。そしてこの人物に注意してください。この人物と中央の人物は同じです。それについての検証は他のところでしましたので、そちらをご覧になってください。すなわち、一番右がイエスですから中央もイエス、そして左もイエスということになります。これがイエス自身ということになります。もう一つ外堀を埋めておきます。ミケランジェロが書いたとされるカッシナの戦いです。ダヴィンチが書いたとされるアンギャリの戦いです。下を横伸ばししてみますと、構図そのものも大変よく似ています。そしてこの両者の絵の中には、たくさんの隠し文字、隠し絵が仕込まれています。上の絵の中には775027という数字が隠し込まれていました。すなわち、イエス、復活、聖書という意味です。そして下には竜が隠し込まれ、そして足元には、処刑されたイエスが隠し絵として書かれています。そして775027から752という数字を取って、レオナルド・ダ・ヴィンチはその後の自分の死亡日と設定しました。これら両者の絵が描かれた時には、まだダ・ヴィンチは生きていました。すなわち、ダ・ヴィンチは自分の死亡日をこの数字に合わせて作ったということになります。すなわち、私たちが知っている1500年後のイエスは死んでいないということになります。そして、この赤い丸で囲んだ二人の人物を比べてみてください。同じです。つまり、アンギャリの戦いの絵の中に描かれている左二人の人物と、そして上のカッシナの戦いの中に描かれている右下の人物は同じ人物だということです。この称号もしてみました。違いがないという点でこの両者は同じです。そして一番右がイエスですから中央もイエス。そしてアンギャリの戦いの中に描かれているこの人物もイエスということになります。二つに分かれた鼻先、顎先、そして広い口、そして耳の下のコブ、大きく突き出た顎骨、鼻の形などに注意してください。違いがないという点で、この三者は同じ人物、すなわち、今から2000年前のイエスということになります。そうした絵を、レオナルド、そしてミケランジェロが人間との接点で、働いていたということになるのでしょうか。すなわち、これらは操り人形芸術家ということになります。そして、その上で君臨していたのが1500年後のイエスということになります。もう一度この二つの絵を比べてみてください。この二つの絵を描いたのは、実は1500年後のイエスということになります。今ご覧いただいているのは2000年前のイエス。そして、右の方が
ベロッキアが書いたと言われているセントジェロームですけども、このセントジェロームこそが500年前のイエスということになります。この両者は違いがないという点で、同一人物、すなわち1500年後のイエスということになります。今から見れば500年前のイエスということになります。そのイエスがこうした絵を描いて、そして人間に自らのアジェンダを示したということになります。もう一度今日のポイントを皆さんにご覧いただきたいと思います。これがダヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いです。この絵についてもう少し説明しておきます。この下に馬に惹かれて、そして今生きたいようとしているのは、いわゆるプロクシー、替え玉のイエスということになります。それに対してイエスが激怒しています。両者を比べてみてください。両者は違いがないという点で同じであると私、林博士は判断しました。すなわち、アンギャリの戦いの中に描かれている人物はイエス自身であったということになります。もう一度、操り人形、いわゆる替え玉ですね、のイエスについて話しておきます。一番左上が、これが2000年前のイエスの実像です。写真から起こした絵と林博士は判断しています。そして、右上がですね、これが1500年後のイエスということになります。そして、数々の作品を残しました。そして、その間でうごめいていたのが、操り人形芸術家ということになります。シノレッティとダヴィンチは、髭と鼻を除いて全く同じです。つまり、シノレッティの一人二役が、まあ、ダヴィンチであったということになります。レオナルド・ダヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。レオナルド・ダヴィンチなる画家は存在すらしていませんでした。存在したという証拠がどこにもないのです。そして、カッシナの戦いに戻ります。上がカッシナの戦い、下がアンギャリの戦いです。先ほど言いましたように、ここに描かれている二人の人物は、同じ人物だということです。そして、上の、いわゆる右下にいる人物がイエスですから、左下の人物も、イエスということになります。そして、これら人物は、顔においてですね、違いがないという点で、同一人物なうち、イエスということになります。もう一度しっかりと確認しておいてください。ここが今日の重要なポイントです。そして中央に描かれているのは1500年、いわゆるまあ後のですね、ルネサンス時代に現れた操り人形芸術家ということになります。これらの芸術家は自分では絵を描いたり彫刻を彫ったりはしていませんでした。ペーター像についてもそうです。そして、これが2000年前のイエス。そして、右が500年前のイエスということになります。こうした作品を残して、そして私たち人間に見せたということになります。処刑されたのは、替え玉のイエスということになります。そのことを、イエス自身が、このアンギャリの戦いの中で示しています。このイエスの頭からは血が流れ、そして手には聖痕が残っています。この人物の今、向かって左側のまあ、右側のですね、左手には聖痕が描かれています。つまりこれが処刑されたイエスであると、1500年後のイエスは表現したということになります。それに対して、イエスが激怒して、そしてローマ軍に向かって戦っています。この馬に注意してください。向かって右は馬です。この地球にいる馬です。しかし向かって左にいるのは地球にいる動物ではありません。おそらく、1500年後のイエスがどこかからの惑星から連れてきた、動物と思われます。これは馬ではありません。つまり、この絵は二つに分かれているということです。右側の茶色い部分、黄色い部分が人間の世界。兵士はローマ軍のヘルメットをかぶり、そして左がブルーの部分がレプタリアン、すなわちラム族ということになります。そしてこの替え玉のイエスは人間側の馬に踏みつけられて今生きたいようとしています。つまりこのような形で、替え玉のイエスはローマ軍に殺されたということをこのアンギャリの絵は示しています。そして左に描かれている人物と、そして右のイエスとは顔が一致します。
ここが重要ですから、もう一度確認してください。違いがないという点で同じと判断します。顔というのはそういう風にして判断していきます。その時々において微妙に変化しますが、基本的には変化しません。その変化しないという部分が違いがないという表現になります。つまり左の人物はイエス自身であったということになります。皆さん、これがイエス自身ですよ。これが今日の最大のポイントということになります。これがイエス自身です。そして皆さんに冒頭でお見せしました結論ということになります。もう一度アンギャリの戦いのこの人物を見てください。ここに描かれているのはイエス自身だということです。イエス自身だということです。そして右下がイエスの実像ということになります。ここを確認してください。ここが重要です。イエスです。イエスです。イエスです。そしてアンギャリの戦いのこの向かって左側の人物の胸を見てください。イエス自身の胸に絵が飾ってある飾り物に注意してください。飾り物に注意してください。イエスの胸を飾っている飾り物に注意してください。そうです。ヤギの頭です。なぜイエスはこのような飾り物を胸につけているか、いたか、もう皆さんお分かりですね。すなわち、このヤギこそがイエスのシンボル的な動物ということになります。そして同じく1500年後のイエスはそのシンボルを羊に見せかけてシスティーナ礼拝堂の天井に描いたということになります。右はこれは羊ではありません。ヤギです。反転してみますと、それはまさしくバフォメットの姿となるのです。バフォメットの姿となります。そしてそのバフォメットはサバディオスの手をしています。つまりイエスのハンドサインとも一致します。こうして四方八方からバフォメットに下がっていくのはイエス自身だということになります。つまりバフォメットはイエス自身だということになります。イエスが自らこのような醜悪な姿で表し、そして私たち人間に教えているのです。神を見かけで選んではいけないとです。それがイエスからのメッセージということにもなります。もう一度、このサバジオスの目に注意してください。これでバフォメットの正体が皆さんにも分かっていただけたと思います。そうでないというのなら、次の動画を皆さんはどのように判断なさるでしょうか。それをそのままつなげておきます。どうかご覧になってください。Bye. Mm-hmm.